真実は闇にこそ存在する。ウチハ一族としてこの葉隠れの忍びとして偽りを重ね、過去すらも欺き、それが未来につながると信じ、ただ一人俺は許せ、サスケ。これで最後だ。闇を歩いた。そして何者も知らぬまま、見えぬまま、俺の存在とともに真実も消えるものだと。そう願っていた。だが、いたし！思うようにはいかないものだ。まったく。なぜだ？なぜあんたがここにいる？あんたは俺が。今の俺は江戸天聖だ。江戸天聖？一体どういうことだ？僕の術だよ、サスケ君。僕の力で彼は現世に戻ってきたんだ。もっとも、この術が跳ねのけられるとは思ってなかったけど。お前は、兜なのか？前に会った時より見た目が変わったからね。驚くのも無理はない。今の僕はあの時の僕とは違う。今は戦争を牛耳っている存在。江戸天聖を操り、あの五影すらも翻弄する。わかるかい？何もかも手のひらで踊ってるんだよ、この僕のね。イタチ、君は江戸天聖を解くためここまでやってきたのだろうけど、残念ながら君の思い通りにことは運ばないよ。なぜなら、生も死も操り、神にでもなった気でいるのなら、それは大きな誤りだ。完璧だと思っているこの術にも弱点がある。へえ、それは実に興味あるね。高額のためにぜひとも教えてくれないかい？江戸天聖の弱点っての。この術の弱点とリスクは、この俺の存在だ。タチ、お前の言いたいことは分かっている。だが、それに答えるのはこの戦いが終わり、江戸天聖を解いた後だ。あんたはいつも俺に今度だ後でだと嘘をつき、あげく死んだ。だから今度こそ約束は守ってもらう。かつて憎み合っていた兄弟が仲良くこの僕に挑むわけですか。面白い。これは、後悔してももう遅い。君たちは初めから僕の手の内にいるんだよ。
さ、おののくがいい。千人に達したこの僕の力に。戦闘開始。ただまさか千人モードの力を手に入れているとはな。完璧な力を得たこの僕にどこまで抵抗できるか見せてもらう。やつ程度ならばそう時間はかからない。サスケ君、君僕のこと舐めてるよね。サスケ君、君と僕の目的は同じ。一緒にこの白寿司をなそうじゃ。一緒にするな。俺のこの白寿司は俺だけなんだ。あの時より相当腕を上げたようだ、サスケ。ここまで戦える。この手応え、やつはまだやるね。けど、もはや完璧な僕にはこの程度の傷。引きはしないんだよ。大した回復力だな。どうする？俺に任せておけ。奴を道術にはめる。道術に？一体何を？悠長に話している暇などないよ。先方、無期転生。これは。感知能力が今までの比じゃなくてね。ない。いいね、この状況。さて、先方、迫撃の術。あの状態でよくも。お前の行動パターンは分かった。これからは俺が操る。操る？さっき言ってた道術か。一体何をしよってんだ。奴の運命を握る究極の道術。ざれごと。何か策を講じているようだけど、今の僕には何をやっても無駄だよ。どんな能力も合わせ持つ僕に誰も届きはしないのさ。サスケ、俺から離れるな。戦闘開始。戦闘開始。君たちがいくら張り切ろうと完璧な僕には通用しないんだよ。こっちの本当の力を知らないお前が、
今何を語っても無意味だ。あとは少し花火をまだなんだ。こちらも仕掛けている。だがもう少し時間がかかる。気になろう。僕は君の理解者なんだ。ドトン、ドロクライ。やつは俺以上に嘘がうまい。さてはどんな闇や矛盾を抱えていようと、俺はこれほど我が様たちだ。これが力の差だ。あとは好きにしろ。機動丸、働いてもらわないと。
言ったはずだ。お前の行動パターンは分かったと。これよりイザナミに入る。こちらも言ったはずだ。何もかも手のひらで踊ってると。君も例外ではないんだよ。お前の運命はすでに俺に握られた。それをなす内派の禁術、それがイザナミだ。サスケ、俺から離れるな。まるでデジャブだね。もう見飽きたよ。お前の運命はすでに俺に握られた。それをなす内派の禁術、それがイザナミだ。サスケ、俺から離れるな。何なんだこれは。お前は俺の道術にはまった。そんなバカな。僕は完璧なはずだ。そんな僕が。わからないのか。お前は決して完璧ではない。うちはいたち。奴はこのループから逃れることはできない。運命を決める術、これがイザナミだ。俺の道にもようやく終わりが見えた。父さん、母さん、あの時たもとを分かった道も、これで牛、猿、トラ、タツ、イ。これ以上は俺のつくよみでも反応しない。怪術の因はこれで全部ということか。無限に続くループ、それがイザナミ。一体いつ仕掛けたんだ。カブトが最初にお前の刀で俺を攻撃した時だ。あの時か。ループにはまったカブトは身動きが取れない。そして俺のつくよみで江戸天聖の怪術法を聞き出した今、あとはカブトを操り江戸天聖を解除すれば、天聖の死人は全て消え、戦争も終わりの時が近づく。なら兄さん、あんたも。俺は木ノ葉隠れの内派たちとしてもう一度忍び里を守ることができる。もうこの世界に未練はない。
ぜだ。兄さんにあんなことをさせた木ノ葉のためになんでまた兄さんが。兄さんが許せても俺が木ノ葉を許せない。この世に未練がないだと。俺をこんな風にさせたのは兄さんなんだぞ。お前を変えられるのはもう俺じゃない。だからせめてこの術を止めることが今の俺にできること。ナルトに託したことをないがしろにしないためにはな。月読み。もう何を言っても無駄なようだな。あんたといると昔を思い出す。兄を慕っていた幼い日の気持ちをな。だからこそなんだ、昔のような仲の良かった俺たち兄弟に近づけば近づくほど、あんたを理解すれば理解するほど、あんたを苦しめた木ノ葉の里への憎しみが膨れ上がってくる。前にも増してどんどんそれが強くなる。あんたが俺にどうして欲しいのかは分かってるつもりだ。あんたは俺の兄だからこそ俺を否定するだろう。でも俺もあんたの弟だからこそ、あんたが何を言おうと止まらない。ここで兄さんが里を守ろうとも、俺は必ず里を潰す。さよならだ。兄さん。まだ間に合う。サスケ、俺はお前にいつも許せと嘘をつき、この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。お前が父を、母を、内葉を変えることができたのかもしれないと。俺が初めからお前とちゃんと向き合い、同じ目線に立って真実を語り合っていれば、失敗した俺が今さらお前に上から多くを語っても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことを少しだけ。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。
これで最後だ。本当に。ありがとう、サスケ。お前の兄として生きることができて、俺は。幸せだったよ。